フェデックスカップは男子ゴルフ PGA ツアーのシリーズトーナメントの名称。2005年11月に発表され、ナスカーカップシリーズ同様、ポイントで年間の総合優勝を争う、フェデックスがスポンサーである、セーフウェイオープンからウィンダム選手権までがレギュラーシーズンとなり、選手は各大会での最終順位に応じて、フェデックスカップポイントを獲得する。 なおカットラインに届かず、各大会の最終日までプレーできなかった場合は、原則0ポイントとなる。各大会の優勝ポイントは、通常の大会では500ポイント。ただし、メジャー選手権とプレイヤーズ選手権は600ポイント、WGC は550ポイント加算される。また、中リ期クラシックのみ400点、全英オープンと WGC の同州に行われる。 PGA ツアーについては300点となる。カッコ内は2007から2008年のポイント配分、詳しいポイント配分については EN リストオブポイントディストリビューションズオブザ・フェデックスカップを参照レギュラーシーズン終了後、ポイント上位選手にはボーナス賞金が授与される。ポイント上位125位までの選手がフェデックスカッププレイオフに進出し、同時に 翌シーズンの PGA ツアーシード系を獲得するトロフィーフェデックスカッププレイオフからサバイバルとなるシリーズは下記3大会で構成され第1戦第2戦では大会終了時点でのポイント回選手を段階的にカットアウトしていき上位選手のみが次戦へ進む最終戦のツアー選手権でシーズン総合優勝が決定される なお2017から18シーズンまでデルテクノロジーズ選手権も含まれていた。第2戦まではレギュラーシーズン大会の数倍のポイントが与えられ、ランキング大幅アップのチャンスがある。最終戦のツアー選手権では、第2戦までのポイントランクに応じて初日スタート時のスコアに最大10ストローク差をつけた状態からプレーし、同大会優勝者が 自動的にフェデックスカップ総合優勝となる。なお総合優勝者にはフェデックス提供のトロフィーとボーナス賞金1500万ドル及び5年間の PGA ツアーシード権が与えられる。なお2017から18シーズンまではツアー選手権の優勝者がプレイオフシリーズ総合優勝者とは限らないルールとなっていた2007.2008年は レギュラーシーズン最後のウィンダム選手権後にリセットされた。それまでのポイント1位を10万点とし2位以下には数百点差をつけてスタートした。この方式で行われた2007年にはザ・バークレイズやドイツ銀行選手権に欠場した上位の選手がいた。2007年のタイガー・ウッズは BMW 選手権とツアー選手権連勝で総合優勝を果たした。逆に2008年のビゼーシンは ザバークレイズとドイツ銀行選手権連勝で勢いをつけ、総合優勝した。この年2位だったカミロビジェガスは BMW 選手権とツアー選手権を連勝したが、及ばなかった。そのため2009年からは、ポイントリセットのタイミングを最終戦のツアー選手権とし、それまでのポイント1位を2500点とし、上位5位までの選手はツアー選手権に優勝すれば、 総合優勝できるようになった。その2009年のツアー選手権はフィル・ミケルソンが優勝したが、彼はリセットの時点のポイントランキングが6位だったため、この大会2位だったタイガー・ウッズがミケルソンをしのぎ、総合優勝した。かつてツアー選手権終了後、7試合で構成されるホールシリーズが行われていた。ツアー選手権に出場した30名は自動的に 来シーズンの出場権を獲得するため、残りのシード枠をかけた争いとなっていた。2013シーズンからは、web.com ツアーで、ファイナルズがスタートしたため、この制度は廃止された。例年ツアー選手権が開催される11月は、アメリカスポーツ界が最も賑わう時期でもある。アメフト、さらにはメジャーリーグのプレーオフなど、主流スポーツにファンの興味は注がれ、 ゴルフ界活性化のためにも最終戦の時期はずらすべきだと多方面で議論されてきた。また、例年の賞金王レースでは早々に賞金王が決定してしまうとシーズン終盤の興味がそがれることもあり、従来の賞金王レースに加えて新しいシステムの導入の機運が高まり、フェデックスをスポンサーに迎え、新たにポイント制による新たな制度を導入することとなった。 このフェデックスカップは日本ツアーにも大きな影響を与える見解があり、というのもツアー選手権に出場した30名はツアー選手権後実質オフシーズンに突入するが、この時期日本ツアーは高額賞金がかかったビッグトーナメントが開催されており、世界の競合が日本ツアーで人稼ぎすべく退去して出場する可能性がある。ありがとうございます。